はい、こんにちは、メダルコーチです。今日はアクティング、ねに関してのコツに関して説明したいと思います。今日のテーマはこの Preparation for Acting、演技とか表現の準備の、ポイントということで説明したいと思います。はい、今日の結論は大きく2つのやり方があります。はい、で上のやり方でやった方がいいよっていう話、下のやり方は結構あんまり効果的じゃないよっていう話ね。まず下から、なんかその表現とか演技とかを準備するときにみんななんかいろんなアイデアがあると思うんだけど、なんかアイデアを思いついたらずっと考えておく。で本番になったらそれを出す。 100% になる、90から100% になるまでずっと考えてそれを本番、一発本番でやる。これはあんまうまくいかないよね。はい、で今日のポイントとしてはこの上だね。徐々に 10%、20%、30%、40%、徐々に。でとにかく何かアイディアとかがあったらとにかくやってみよう。アクト、やってみて、体動かしてみて、口動かしてみて、なんかあのセリフ喋ってみて、とにかくどんどんアイディア思いついたら体動かしてやってごらん、やってみよう。でたくさん失敗とかうまくいかない、もう全然クオリティなんて 20%、30% ぐらいのクオリティでいいから、どんどん試してやってみる。その中でちょっとずつ自分が調整していって、そのパフォーマンスを徐々に良くしていく。そういうイメージで、準備をしてほしいです。はい、完璧になるまで何もやらない。なんかこう学校でね、こう何かこう座って静かにずっと本をこう暗記するっていう勉強法じゃなくて、演技に関してはもうとにかく何かアイデアがあったらね、とにかく体を動かしてやってみる、とにかく喋ってみる。それがまだ 20%30% の全然ひよこな、ね、ひよこのなんかもうしょぼい演技でも何か面白いアイデアだと思ったらどんどんやってみる。やっていく中で、あ、これもうちょっとこうしようかなとか、あ、これだとなんかしっくりこない、こっちの方向やってみようか。もしくは、どんどん体とかを動かして歩きながら、演技しながら、喋りながらやってると、脳が刺激されて、すごくインスピレーション、なんかこう、ひらめきがどんどん生まれやすい。新しいアイデアがどんどん生まれやすい。じーっとずーっと考えてるだけ、何も体動かさないで考えるだけじゃなくて、実際に体動かして、表情を作って、練習してみる、動いてみる。そうするといろんないい流れ、いいアイデアが出る、インスピレーション出る。しかも演技もどんどんやるから、失敗しながらどんどん身についていく。そういうイメージで演技の準備をしてほしい。そうすると本番になるとすごく自分がこう満足のいく表現ができるようになる、ね、それが今日の結論でございます。はい、今日のまとめは演技をする時の準備の仕方、簡単に言うと本番までずっと静かに考えるだけ、アイデア考えるだけじゃなくて、俳優とか表現者はもう練習中から何かアイデア思いついたらどんどんやってみる。やりながら直しながら、ちょっとずつ自分の表現とかアクティングを良くしていくね。この体動かす、やってみる、どんどん喋ってみる、この態度って結構大切です。ね、全然 10%20% ぐらいのね、全然まだまだ全然形にもならない表現でも、とにかくやってみる、やりながら改善していく。そんなイメージで、これからみんな何かオーディションとか、何か本番の演技の前は、とにかく自分で体を動かして喋ってみて、いろんなアイデア試しながら準備していってください。これが本日のポイントです。それでは以上になります。今日も、ご視聴いただいて誠にありがとうございます。はい、ではまた会いましょうね。バイバイ。